ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩委員長が在日本朝鮮人総連合会結成60周年に際して朝鮮総連と在日朝鮮人に送った書簡、偉大な金正恩同志の意を対して在日朝鮮人運動の新たな全盛期を開いていこうの全文がドイツ判定フォーラムのホームページに載りました。敬愛する最高指導者金正恩委員長を称えて戦後政治研究ネパール文学フォーラムのサンサリバルティ委員長が談話を発表しました。談話は、朝鮮半島に平和な環境が作られているのは金正恩委員長の揺るぎない意志と努力、気高い民族愛による尊い結実である、委員長の優れた導きがあるので朝鮮は近い将来必ず統一されるだろうと述べています。朝鮮少年団創立72周年記念行事に参加する代表たちが5日、マンスデの丘の偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。5日、県村外資工場創立70周年記念の集いがありました。朝鮮労働党中央委員会オースヨン副委員長と関係者、工場の従業員が集いました。オースヨン副委員長が朝鮮外資工場の労働者技術者に送る朝鮮労働党中央委員会の祝賀文を読み上げました。祝賀文は、偉大な金正恩主席は出世37年1948年6月5日工場を訪れて外資生産の新しい歴史を開いた。偉大な金正恩総書記は工場を何度も現地指導し、生産正常化と現代化のための措置を取り、生産で飛躍をもたらすよう正しく導いた。工場の創立からこれまでの70年間、電力の生産と消費に必要な外資と関連製品の生産し、保証して、経済建設と人民生活の向上に大いに寄与してきたことを高く評価すると述べています。報告会では記念演説がありました。共和国の主なプロジェクトで成果が収められています。ウォンサンカルマ海岸観光地区の建設に加わっている軍人建設者たちは5月31日現在、地上の骨組み工事を 93% で締めくくり、内外の壁塗りを本格的に推進しています。またサムチヨン軍を一新することに動員された516建設チームの建設者と朝鮮人民内務軍軍人建設者たちは20日間余りに新しい住宅と公共施設のエリアを構築し、618建設チームの建設者は軍所在地地区のホハン川の護岸工事を終えました。4日、チョンバン山総合食品工場のトウモロコシ加工分工場の竣工式がありました。ハンギョ北道人民委員会のイムフン委員長、関係者、従業員、サリウォン市内の勤労者が集いました。ハンギョ北道サリウォン市に生産工程の改めて内科が実現したトウモロコシ加工工場が建てられて、人民の食生活に役立つまた一つの物質的土台が築かれました。朝鮮労働党中央委員会李日成部長などの党中央委員会の幹部と青年同盟活動家が5日、朝鮮少年団創立72周年記念行事の代表たちの宿所を訪れました。5日、朝鮮中央通信社が在日朝鮮高級学校学生祖国訪問団団長の張元藩愛知朝鮮中高級学校校長にインタビューしました。団長は社会主義祖国を訪問して朝鮮少年団創立72周年を迎えると、新しい世代を大事にした偉大な金正恩大元帥と偉大な金正恩大元帥の崇高な志をそのまま引き継ぐ敬愛する最高指導者金正恩委員長の優しい姿が胸熱く浮かんでくる。祖国の子供皆が我ら幸せ歌うの歌を歌いながら夢と希望を実現していく誇らしい現実は、次の世代を大事にする金正恩委員長によってもたらされた。
委員長は、社会主義強国の建設と祖国統一を目指す戦いを導く多忙な中でも、学生少年の親しい父兄になって、制服とランドセル、ノートに至るまで細やかな関心を向けている。不正室の偉人を仰いで、祖国の未来は明るいと述べました。朝鮮人民との連帯行事が5月29日、ベネズエラで行われました。ベネズエラ思想教育研究所の人と、ベネズエラ駐在、朝鮮国民全権大使などが参加しました。研究所所長などの発言者は、敬愛する最高指導者、金正恩委員長が思い切って決断し、大きな度量を示すことによって、朝鮮半島と世界の平和安全に有利な情勢が作られていると述べました。行事では、最近共和国が各分野にわたって収めた成果を祝い、朝鮮人民の正義の意味を支持する広報が発表されました。朝鮮少年団創立72周年に際して、労働新聞6日付に、少年団員は社会主義朝鮮の未来の主人公であると題した社説が載りました。社説は、偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の意に従う、敬愛する最高指導者、金正恩委員長の指導によって、今、朝鮮の少年運動は新たな人生期を迎えているとし、少年団員の皆が、赤い三日チーフをなびかせ、社会主義朝鮮の真の息子娘にしっかり準備しようと述べています。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当は関西にでした。こちらは朝鮮の声放送です。活発な科学クラブ活動。共和国で新しい世代を未来の柱に立派に育てるためのことに力を入れています。県民の村井大聖地の平和初心中学校を見てもそれがよくわかります。学校で資源を置いているのは人材の育成です。校長の安心職さんの話です。新宿や県人の専門の3人で6人でしょう。今のところ生徒たちを人材に育てる上で授業時間に学んだ内容を課外活動を通して極力活用するようにするのは教育でとても重要なことの一つです。私たちの学校では数学と文学、舞踊、声楽などの課外クラブを設けて活発に運営しています。この学期は高い学科成績とキャンプ別のクラブ活動が評判です。才能のある選手と芸術家の後進が続出しているところで学期はさらに有名になりました。この成果は生徒たちをいろいろな才能を持つ人材に育てるために尽くした教員たちの努力によるものです。立派に作られたクラブ室で生徒たちは音楽と音声音声音楽と声声音楽などいろいろな知識と才能を磨いています。インストラクターは生徒たちが課外クラブ活動を通していろいろな知識を身につけるよう授業を手間暇をかけて行っています。おのおのの水準と趣味、個性を把握しその才能の芽を見つけて伸ばすために努めています。毎週インストラクターのクラブ運営に関する総括があり良い経験が広められています。吹奏楽クラブを受け持つインストラクターは数十曲をアレンジし演奏の水準を高めて生徒たちがいろいろなイベントや街頭でのブラスバンド活動に積極的に参加するようにしています。音楽クラブでは生徒たちが歌だけでなく楽器も習って誰もが才能のある芸術家の後進に育つようにしています。文学クラブと舞踊クラブの生徒たちは作文集を発表したり全国的な芸神公演にも出演したりして学校に名を馳せています。幅広い知識とともに現実に活用できる一つ以上の才能を身につけるようにするのが全てのクラブの目的です。このよう
らに生徒たちは学んだ知識を強固にし、不動度な才能を伸ばして区域とし、ひいては全国的なコンクールと競技で優勝しています。教員の段大和さんの話です。그는앞으로향후그런일이반복이나가는힘든선분을안고사회에서활동할것으로나도교육で未来を保証するという本分を自覚して課外クラブ活動をきちんと行って生徒たち皆を人材に育てるつもりです。課外クラブ活動を行う金門小中中学校をご紹介しました。深い思いやり、祖孫で子どもたちは国の王様として大事にされ、未来の担い手に育てられています。祖孫の現実は新しい世代のために全てを尽くした偉大な金正主席の献身の歴史を離れて考えられません。1962年5月のある日、金正主席は子どもたちの芸術公演を見ました。主席は春末の川のたび一番先に拍手しました。白本ソロのための器楽重奏が終わった時です。主席は、あの少女が白本を上手に弾けなくと言ってアンコールしました。盛んな拍手喝采が行われる中、白本の演奏は続きました。公演の後、主席は看護する子どもたちに手を振って応え、明るい微笑を送りました。そして周りの人たちに、子どもたちと一緒にいる時が一番嬉しい、公演を見ると10年は若返るようだと言いました。去り際に玄関のドアを出ていた主席は、その少女をまたもや呼んで、今後稽古に励んで立派な音楽家になってほしいと将来を祝福しました。その後も主席はその少女についてたびたび聞き、深い関心を向けました。恵まれたのはその少女だけではありませんでした。国中の子どもたちに一斉に新しい制服を無料で供給するよう国家の措置も取り、新しい制服姿の生徒たちに会いたくて遠い山村の学校まで訪れて写真も撮ってあげた施設でした。また国の至るところに少年宮殿と少年会館も立派に建てるようにして、子どもたちの才能を伸ばしてあげました。現地指導の時は多忙の中でも道端に車を止めて、生徒たちのカバンを開けてノートや鉛筆の質も見て、子どもたちの希望についても聞きました。いつかある法教局が、無料治療と無料教育はもとより国家が子どもたちに制服まで供給する現実を目撃して、主席にこう聞いたことがあります。その多くの金を何の代価もなしに無料で支出しているようでは、国家が損失を被るのではありませんか。その損失はどのように補いますか。その時主席は、人民のために被る国家の損失は損失ではない、新しい世代のためにもっとたくさんの損失を被るほど我が国家はもっと大きな満足を覚えると答えました。それで祖先の子供たちは今もこう語っています。我らの父は金正元帥と。深い思いやり、登壇してお話しました。